はい、帰りました。いやしびれますね。ありがとうございます。本当に、本来だったら地元の皆さんに一人でも多く一つ一つお話をしたい、まあ、そういう選挙戦ですが、皆さんに協力をいただいて留守を守っていただいて、こんなに多く応援に駆けつけていただいて、全国14人の仲間の応援に回って今無事帰ってくることができました。本当にこうやって集まっていただいた皆さん、そして留守の間も戦車を回して街頭に立っていただいた皆さん、手を振っていただいた皆さん、そして事務所の中で日程を調整したり映像を作って私の活躍を少しでも皆さんに伝えていただいた皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。そして今日は YouTube でこの様子を配信してるんですが、まあ、全国回る中で本当にいろんな場所に福山の知り合いから電話があったよ、ネットで見たから駆けつけたよ、こういう人たちもそれぞれの候補の応援に協力をいただきました。オンラインから見ていただいている皆さんも本当にありがとうございます。今回全国改めて選挙で応援に回ってみて、まあ、強く感じたのは、まあ、今の自民党に対する本当に厳しい声、なんとか今の状況を変えてくれ、こういう期待の声をたくさんいただきました。改めて自民党を変えて日本の政治を変えなきゃいけない、こういうことを強く思いました。今実際に自民党に対して逆風が吹いている、そんな時に実は一番選挙が厳しくなって選挙から落ちていくのは若手で、政治を変えたい、自民党を変えたい、むしろ志のある多くの大事な仲間が選挙に落ちていく、そういう状況にあってはいけない、そういう思いで一人でも多くの仲間が当選できるように応援をしてきました。その点ではちょっと贅沢なお願いかもしれませんが、今日集まっていただいている皆さん、私の応援を最後の最後までお願いしたいですけども、同時に他の私の SNS でも何でもいい見ていただいて、他の地域の私たち同じ思いを持った仲間も応援をいただきたいと思っています。その上で今やっぱり自民党ずれてるなと思います。あれだけの事件があったのに、また無所属の人に活動資金を渡したんじゃないか、こういうような話がありました。確かにルール上自民党の組織の活動費として支援が行われていて、非公認の人はその資金を選挙資金には使えないようになっています。だからそういう整理なんだけど、でも今のタイミングでそんなことをしたらやっぱり皆さんに自民党って変わってないんじゃないのと思われるのは当然です。やっぱりそういう感覚を分かった当たり前の感覚の人がちゃんと政党を運営する、政治を動かしていく、こうじゃないと皆さんから政治は見放される、改めてそう思ってます。だからこの間の総裁選挙、そんな自民党を変えたい、政治を変えたいという思いで戦いましたが、残念ながら力不足で負けました。でも改めてこうやって全国を回らせてもらって、皆さんから支えていただいて、次は必ず勝つ、皆さんにこうやって地元で支えていただいているから全国の仲間ができる、もっと早くもっと大きく政治を変えて、皆さんの当たり前を、自民党の当たり前、政治の当たり前にできるように必ず実現をしたいと思います。そしてもう一つ、この活動をしながら嬉しいことがありました。実際に企業の方々が営業しているという時に、小林君がこれからの日本の成長は2つの道があると聞いた、1
一つの道は人手不足になるから規制改革をやってデジタル化や効率化、これをやるんだという道、もう一つ道は付加価値を上げる、今まで150円で売ってたものを200円、300円で売る、こういう道だ、その演説を聞いた、その話を参考に自分ところの粉体塗装という機械を塗装するやり方、これ実はヨーロッパではこれが基準になっている、そして環境にいいと言われている、これを福山の大手のメーカーさんに提案をして、これから勝負するんだったら環境にいい製造、これを売りにして一緒にやりましょうよと提案したんだ。いろいろ値段のこととか設備のこととかたくさんあったけど、結果それで勝負できるってことになった。私は小林君の話を聞いて仕事のやり方が変わった、営業のやり方が変わった、こういう声をいただきました。皆さんと一緒にこの選挙を戦う中で、私はもちろんまず多くの方に信任をいただいて、皆さんの代表として国会でルールを作る、予算を作る、皆さんの生活を良くする、これがまず第一重要なことだと思ってますが、同時にこの選挙を通じて皆さんと一緒に私たちが進む5年10年先の道を共有をして、できればよく分かんないことによって起きている不安を解消して、分かりやすい希望をお互いに提示して、そこに向かって共に前に進む、そうやって福山や日本を一緒に前に進める、そういうための機会だと思って選挙を活動しています。その点では一人でも二人でもこういう思いが共有できたことは本当に嬉しいなと思っています。全国に回ってやっぱり福山があったかいし、福山が魅力的です。そんな福山の景色も、私が地元に帰って皆さんと一緒に活動して12年大きく変わりました。皆さん左上見てください。こんなに福山城って綺麗だったかな、最近本当に思います。私41年生まれ育ってこの福山で、こんなに毎日福山城の周りに人が歩いている姿は見たことありませんでした。みんながこれまでに大切にしてきたものを大切にする政治、ふるさとの誇りをより光らせる政治、みんなが叶えたい夢を少しでも叶えられる政治、それをこの12年間で少しずつできてきたんじゃないかなと思ってます。でもそれは私だけでできたことではありません。今日集まっていただいている皆さん、そしてオンラインから見ていただいている皆さん、そういう私たち全員で一緒に力を合わせたからできたことです。ですからこの選挙戦、これで最後の演説になります。でも私たちの活動は、一歩は今日からまた新しい一歩が始まります。思いを共有した、この考えと思いを一緒に体現できるように、今日からまた一歩歩みを進めていただいて、将来人口は減少する、だけどやっぱり一人一人豊かになったよね、お互いが助け合える社会になったよね、互いを批判するんじゃなくて、互いを妬むんじゃなくて、お互いの成功を褒め合う前向きな社会、一緒に作り変えていけるはずです。だから今日集まっていただいた皆さん、もう皆さんは同じ仲間だと勝手に思ってます。ですから今回の選挙、本当に厳しい大変な選挙です。だからこそ自民党ではなく小林文明に力をください。小林文明に自民党を変える、政治を変える、その力をください。必ず皆さんにとって必要な政治、必要な行政のあり方を作っていくことをお約束をしたいと思います。もう皆さんの顔を見てると何を喋っていいか分かんなくなってきました。あんまりね、もうここで力説っぽいように喋ってもらうというのは思います。まあ、なので
どうですかね。まあ少しでも早く本当に皆さんの思いをダイレクトに反映できるちゃんとした政治のあり方、そして政治家としての役割を果たせるようにこれからも精進をしていきたいと思います。もう最後にお願いです、まあ、ここにドラゴンボールのコスプレですかね。いいですね、ありがとう。まあ、ここにいる子たちや皆さんが今日より明日が強くなると思っていただけるように必ず頑張りたいと思います。そのためにも、まあ、今この政治に必要なのは、私は政権交代じゃなくて政治の世代交代だと思っています。私はあんまり年齢によって人の能力や意欲が違うとは思ってません。だから何歳になったって、若くたって、先輩だってそれぞれに強みがある、活躍できると思いますが、残念ながら今の日本の政治は古い、そろそろ世代交代が必要だ。だからこそ皆さんと共有したいのは、今必要なのは政権交代ではなくて、この流れを加速させる政治の世代交代である。そのためにもあと1日明日も投票に行ってね、これは言えます。その投票に行ってねという声は、私たちの思いを日本中世界中に届けて、この街を離れた私たちの仲間や家族、そして新たな福山の仲間を呼び込む声になると思って、最後の最後まで投票に行って小林君よろしく声をかけてください。本当にお忙しい中、最後まで力をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。小林頑張れ。あと1時間頑張れ。はい、頑張ります。ありがとう。